かもただ告知するだけの媒体にしか使っていなかったので、正直お友達とかがたくさんいてもあまり機能していない状態だったんですよね。北野さんのアドバイスで4名様が申し込んでいただいて、そのうち1名様がご制約いただいたという感じになりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生の坂本さんが入学2ヶ月目で月賞88万を達成した LINE 配信マーケティングというテーマで実績の声を取っていきたいと思うんですが、本日はね、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最初に今の業種を教えていただけますでしょうか。今おうち企業コンサルタントをさせていただいてます。はい、弊社学科の入学の決め手もあればね、教えていただけますでしょうか。インスタの投稿のやり方だったりとか LINE のライティングだったりとかが知るということがきっかけで入学させていただきました。ありがとうございます。ちなみにこれ LINE とか SNS のスクールって結構多い中で、うちを選んでいただいたここしかないみたいな最後の一押しみたいな決め手だったりされました。実績者のお声だったりとか、北野さんが日頃投稿されてたりとかライブとかされてるのちょくちょく見させていただいてて、北野さんのお人柄だったりとかそういうのも踏まえて、この方のノウハウを知りたいなということで決めさせていただきました。ありがとうございます。では次、入学前と後の変化ってところもね、聞いていきたいと思うんですけど、入学前の状況ってどんな感じだったんでしょうか。インスタに関しましては、はい、1年間ぐらい全然触ってない状態だったんですけども、 LINE とかもただ告知するだけの媒体にしか使っていなかったので、正直お友達とかがたくさんいてもあまり機能していない状態だったんですよね。 LINE のリストの方とかもあまり活かしきれていないという状態で、もう何を配信すればいいのかも分からなかったっていう状態なんですよ。入学前の状態の時って売上とかもどんな感じだったんですか。入学前、私はキャンペーン型っていうのをさせていただいてたので、一応7桁っていうのはクリアさせてはいただいてたんですけども、自分の目標である7桁の数っていうのがなかなかクリアできなくて、もっとできたらいいのになっていうのをふつふつ感じていたっていう状態でした。当時は本当に Facebook のキャンペーン機能を使って頑張って月7桁行く時もあれば、売り上げが結構安定してたっていう感じですか。当時そこが大変だったと、すごく上下があって、いい時はいい、ダメな時は本当に一応7桁はいくけどもほとんど目標に達しないっていう時もあったので、すごくばらつきがありました。でそこからもう LINE の配信はもう一切ほぼノータッチっていう形で、 Facebook で売り上げを上げてらっしゃったっていうところから、入学後のちょっと変化っていうところもね、聞いていきたいと思うんですけども、どんな感じでしょうか。私実はですね、インスタのアカウント新しく立ち上げさせていただいたんですけれども、ちょっとやり方があまりよく分かってなくて、3回ほど一時停止になってしまって、うん、すごいめげてしまって、私これインスタやるだっていうことかなとか思ったりとかしたんですけれども、うん、その状況の中でなんか自分ができることってないかなっていうふうに思って、北野さんのところではコンテンツサイトっていう動画だったりとか資料っていうのがあるので、そこの中で LINE の3日間のうち投稿っていうのがあったのを見て、私リストがあるからこれだったらできるんじゃないかなということで、ちょっと先取りみたいな感じにはなったんですけれども、本当に見よう見まねでそこを使わせていただいて、本当にそれ通りに投稿させていただいて、言い方だったりとかそこは変えたんですけれども、そうすることで個別相談を募集したんですけれども、4名様が申し込んでいただいて、当日3名様来ていただいて、そのうち1名様がご制約いただいたという感じになりました。素晴らしいですね。じゃあ売上金額でいうといくらぐらいに。結論から言いますと88万円だったんですけれども、それも北野さんに最初コンサルを受けさせていただいた時に決めていただいた価格帯でして、当時私3つのコースがあったんですけれども、3つのコースだとどうしてもお客様が迷ったりとか、もうちょっと負けてくれないだったりとか、そういうふうなお声をねおっしゃる方とか実際ぶっちゃけいたんですけれども、北野さんのアドバイスで2つのコースにしてはどうですかということで、2つの価格帯にしてご提示したら、お客様とかも迷うことなくこちらのプラチナの方でって上の方の金額を選んでくださって、でそこで見事ご制約いただいたという感じでした。しっかり値上げしてもちゃんと売れるようになったっていうところだと思うんですけども、うん、実際今回その LINE の配信で3日間ローンチっていう形でどういうふうに配信していったのかっていうところもね、特別に聞いていきたいなと思うんですけども、1日目は興味づけ投稿といいますか、こういうことに興味ある人いませんかということで、スタンプだったりとか興味あるよっていう言葉をいただいたということで、興味ある方を抽出して、その方たちに向けて、じゃあ今度個別相談があるんですけれども希望する方いませんかということで、どん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 そこで期待を煽るように、この日に募集をするので携帯の前で待っててくださいねだったりとか、北野さんがおっしゃるようにディズニーランドの公開の前の待っているお客さんのように、そのオープンを待っているお客様状態にしておく
ていうことが大切っていうふうに動画の方でおっしゃってて、あ、じゃあそうするんだっていうことで、何時何分に募集するので待っててくださいねっていうのと、募集の1時間前とかにも投稿することで、そういえばこういう投稿あったなっていうので気づいていただいて見ていただくっていうのがあって、いざ募集スタートとなって、その時間帯とかもちょっとポイントだったりとかするのかなと思うんですけれども、皆さんが見やすい時間帯、特に私は夜9時にさせていただいたんですけれども、でスタートでした時にこぞってポンポンポンってたくさんスタンプをいただくことができて、そのうち予約のページっていうのを貼らせていただいて、その方たちに予約の日を選んでいただいて、で予約していただいたっていう流れにもなるんですけれども、私が面白いなと思ったのが、実は3日間あるんですけど、4日間目も忘れてらっしゃらないですかだったりとか、もう締め切りますよみたいな文言みたいなのを一言送ったんですよね。そうすると最後一つポンってきたような気がして、お申し込みがね来た確か記憶があるんですよね。だからそういったね、最後まで手を抜かないという投稿のやり方だったのかなというふうに思いました。今ご説明いただいたこの3日間のね配信ローンチというやり方は結構本当に効果的で、坂本さんもそうですしね、それ以外の受講生さんも結構これをやって個別相談数が増えたりとか、あと本当に見込みの高いお客さんちゃんと取りこぼさずにね集めていくことができたりするってやり方なんですけども、ちなみに今回4年個別相談来て1件ご制約っていうことだと思うんですが、単価がね結構もう本当に80万台だと結構高めなので、制約率4分の1って結構いい方かなと思うんですが、総リスト数で言うと今 LINE 何人ぐらいいらっしゃる感じですか？そのリストの中には98人いらっしゃって、その中のご制約1件ということではあるんですけれども、だいたい98リストの中で88万ぐらいの売上ということで、1リスト単価でだいたい1万円ぐらいっていうふうに言われてるんですけども、そこからね坂本さんもアカウント復旧して新しくね今アカウントインスタ立ち上げて、そこからさらにインスタライブとかをねしていけば、だいたい1リストあたり5万円から7万円ぐらいなので、100リストで本当に300万か400万いけば500万ぐらいのね売上を作っていくことも十分可能ではあるので、さらにそこからねもう少し売上をね上げていけるんじゃないかなって、そういうポテンシャルがねあるのかなとは思いますね。坂本さんすごいところっていうのが、もともと98人いた LINE のお友達リストに対してあんまりそこまでちゃんと配信をしていなかった状態でセミナー募集をしました。普通だったらセミナー募集いきなりやりますってやっても集まらないんですけど、この3日間のローンチの通りねテンプレ通りやっていただいて、その3日間送っただけで個別相談来て商品が制約したということなんですけど、これから坂本さんもねちゃんと LINE の配信を弊社のテンプレ通り意識的にやっていくことによって、さらにね売上も上げていかれるんじゃないかなと思うんですけども、これからこういう配信をしていこうみたいな戦術、もちろん学科で学んでいただいた内容もたくさんあると思うんですけど、なんかあればこういう風な配信を送っていこうみたいなのどうでしょうか？正直 LINE って何を送っていいか分かんないし、どのぐらい頻度で送っていいか分かんないっていうのがあって、送りすぎてもどうしく思えるかなだったりとか、送らなさすぎても忘れられるかなっていうのがあったので、全然分からない状態だったんですけれども、北野さんのところでは、計画表って1ヶ月この配信したらいいですよっていうのがちゃんとあって、それを見て、それ通りにすれば、より教育できるっていうのが分かったので、それを見させていただいて、私だったらこれを投稿するなだったりっていうのを当てはめさせていただいたんですよね。その中にライブの配信配信だったりとかも組み込んだりとか、ブログを配信するだったりとか、自分のプライベート配信するだったりとか、要は LINE の方が飽きないようなやり方が全部カリキュラムとして提示されているので、そういった迷いもないし、じゃあこの週はこれを投稿したらいいんだろうな、この日はこれをしたらいいんだろうなっていうのが本当に一目で分かるので、そういったラストレーションみたいなのが全くないので、これからにはなるんですけれども、私もまだブログしか投稿はできてはいないんですけれども、これからそれこそライブも挑戦したいですし、ブログも違う内容を投稿したいですし、スタンド FM 声での、ね、配信もトライしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ちなみにこれからね坂本さんもインスタももう一回復旧して、これからゼロからねアカウント立ち上げていくので、そのインスタグラムとですね、あと坂本さんの LINE 公式アカウントもね概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみていただきたいと思うんですけども、最後この動画を見てくださっている方でも一歩踏み出していきたいとか、入学を検討していらっしゃる方もいると思うんですけども、そういった皆様に向けても最後に何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか？自分で実感したことはやってみるってとても大切だなっていうふうに思います。インプットばかりだと気持ちがすごい焦っちゃうんですよね。なのでね、どん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 やってることが難しく感じてしまいますし、学び途中でも今できること、今何をしたらいいかっていうのをアウトプットしていく、やってみるっていうことを一つでもいいからやると、次にやることが見えると言いますか。なので知らず知らず最初すごい難しくてこれできないなって思ってたことも意外に簡単に感じて、足取りが軽くなった感じが今回すごくしたので、シンプルにその繰り返しなのかなっていうふうに思うので、やっぱり難しく考えてたりとか、これから一歩踏み出すのに迷ってらっしゃる方も、今
とハードルがすごく高く感じてるかもしれないんですけども、うん、一歩踏み出すと意外に簡単にできてしまうかなっていうのがあるので、うん、一歩踏み出すことはとってもおすすめだと思います。本当に自転車みたいなもんで、ね、乗れるようになるまで結構すり切り作って大変なんですけど、乗れるようになっちゃうとねどんどん楽になっていきますので、ぜひ挑戦することをおせるずりね積んでいけたら嬉しいなと思いますけども、最後ですね、さっきもお伝えした概要欄にですね、サコンさんの LINE 公式アカウントも貼っているんですけど、こちら登録いただくとプレゼントがねついてくるということで、こちらも簡単にご説明いただけますでしょうか。4大特典というのをご用意させていただいてまして、全て動画なんですけれども、すぐでも60日で561万円を収益化できて成功できた解説動画と、真似するだけでスズッと売れる販売仕組み化マニュアルっていうものと、お客様の欲しいとあなたの強みがマッチングする商品の作り方ポイントというものと、理想のお客様だけ集める仕組みを整えた10倍集客法というものをねプレゼントさせていただいてます。はい、ありがとうございます。こちらもね製品豪華特典ですし、また坂本さんの配信もね非常に勉強になると思いますので、ぜひそちらもねチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。ということで坂本さん、本日はねお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客法完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐね申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。